乃木坂46の4期生メンバーとして活躍中のまゆさんこと田村まゆさん。僕は僕を好きになるから7作連続での選抜入り。好きというのはロックだぜからは3作連続の福神メンバー。砂糖菓子のように甘い声と写真映えする白い肌とそのルックスで写真集発売を求める声が多かったまゆたんのファースト写真集がついに決定しました。撮影は世界遺産の海パラオで、テーマはアイドルグラビアの王道。巻末には初めてのソログラビアからとてもつながりが深いアップトゥーボーイ編集部だからこそできたロングインタビューも掲載。ホテルのスイートルームで初挑戦となった下着姿や思わず息を呑むような大胆なセクシーカットにも挑戦とか、これはもう期待しかない。まゆたんのコメントは、この度ファースト写真集を発売させていただくことになりました。乃木坂46になってからいろんな方の写真集を見るようになり、いつか自分も素敵な一冊をたくさんの方に届けることができたらいいなと、夢に見ていたことが現実となり心から嬉しい気持ちでいっぱいです。撮影場所のグアムとパラオでは美味しい食べ物をたくさん食べ、綺麗な海に癒され、優しい地元の方々にお世話になりながら撮影をさせていただきました。心からグアムとパラオを全力で楽しんでいる私らしい姿や、普段あまり見せない大人っぽい姿をたくさん詰め込んでもらった一冊になったと思います。この先私の中でこの写真集がとても思い出深いものになるように、皆さんにとってもこの写真集が忘れられない一冊になったらいいなと思います。8月1日が待ちきれませんね。続報を待ちましょう。田村まゆ、1999年1月12日生まれ、埼玉県出身。身長160センチ、血液型 A 型。2018年に行われた坂道合同オーディションに合格し、同年12月より乃木坂464期生の一員として活動開始。愛称はまゆたん。